サワディーかー、ジャマでございます。フィフはパックバック開けてお前何しとんねんみたいな、前試合しとんかいっていう声聞こえてきますけども、なんとかねこの土日めっちゃやって、ウィークエンドリーグまたね、ゴールド3までは行くことができました。結構ね最初の5試合俺5-4勝って、あ、これ私エリートですわー思ってたの、これエリート行きますわー思ってたら、そっからね12試合ぐらいはもう引き分けばっかりとか、あ、引き分けっていうか勝ちなしみたいなさ、 PK 負けとかで、まあ、結構、あ、もう15試合終わった時点で4勝とかで、あ、これもう私終わりましたみたいな、ブロンズですって思ってたんだけど、まあ、なんとかね最後巻き返してゴールド行きました。その巻き返した主役というか誰やねんって言ったらベイルなんですね。ロナウドを取るためにベイル、あ、お金を貯めてたんですけども、まあ、ベイルがね強いよということで、後半誰入れるかをね迷ってたのよ。そしたらベイルいいよってことでやってみたら、ベイルいい、グー、シュート、強さ、速さ全部グーよ。ぜひ見ていただきたいということで、ちょっとまだねボアテング迷ってます。売るかなんかもう無理やりでも入れるかみたいな。でもまあ個人ケミ10はねちょっと捨てがたいんで、なんとかそれになるようにパーパーしていきたいというところなんですけども、まあまだちょっとね、とりあえずアラバとノイア買ったんですけど、組むためにもう売りました。それはもうどうやねみたいな。あ、売れてないのかな、まだノイアは売れてないくさいね。そうだね、あれ売れてる、あ、売れてないね。ちょっと21万高いかな、21万やめるか。価格比較。いやでも結構20万ぐらいついてるけど、あ、19万ぐらいか。買いしよう。17万とか10、16万ぐらいしとこう。そしたら入札入るやろ。そうだね。俺19万9千で落札してんのに、20万、21万ぐらいで売ろうとしたらダメよね、それもう。それはと、そうは問屋がトントントンということですので。もうパック結局あれから来なかったね。なんかもうちょっと来るのかなと思ったけど、来なかったね。まあ、どうせこの300円のクソガチャですから、来ませんわ。パー、お前演出なんかいらんわ。おー、持ってなかったっけ、俺。あれ？持ってなかったっけ？クラブ送りますよと。いや、あ、いいじゃん。こっから値段つくよ。こうやってね、ちまちまリアルマネーを、ゲーム内コインに変えていくという荒技ですね。で、あとね、ブロンズとシルバーのレアカードも売った方がいいよって言われて、アホかお前って思ってたんだけど、クイックじゃなくてね、市場に出した方がいいみたいな。確かに値段つくな。うん。だから売った方がいい。むしろ儲け率というかね、クイックより値段上がる率はそっちの方がいいかもしれない。はい、ということで、ベイル、アザール、イニエスタ。まあ本当ミラーとかね、まあ、使いたいんだけど、使うところがないよと。で、やっぱね、このボアテング見た後に、もう、ブアランとか、スモーリング、ちょっと頼りないなっていう感じは確かにしてくるね。だまあ、このまま行くのであれば、黒カンテと青バランを、まあ補強して、ちょっと守備でも硬い感じ。もしかしたら今週、青か。青だっけ、TOTW で、マルシャルが来るんじゃないかって言われてるけど、ま、あ、もう確定したのかな、わかんないけど、まあ、それが来たらね、パーパーしていきたいと思います。ということで、ゴールドになったので、来週もウィーキンは出れますから、デイリーノックアウトはやらなくていい。で、落ち着いてね、このディビジョン2。一回やったんだけど、ディビジョン2。ちょっと、ギリ残留みたいな。ギリ残留。19ポイントだっけな。あ、違う違う。16ポイントぐらいしか取れなかった。ギリパーパーということで、行きたいところですね。ディビジョン1、タイトル、取れんのかな、まだ無理なのかもしんないけど、とりあえず、ディビジョン1に行って、あ、いつでもウィークエンド坊やになれるようにしたいと思います。ドラフトやってねえな、最近。まあでも結構ね、ドラフトもいいんだけど、割とね、今、メンツが揃ってきて、今自分のね、チームに愛着が湧いてきたんで、やっぱこのチームで、試合をしたいっていう気持ちが出てきちゃってますね。不思議なもんで。まあ、やっていきましょうということで。はい、行きましょう。なんかね、やっぱりウィークエンドはね、重いから、このシーズンやるとね、最初すごい気持ち悪い。土日、
あの重い中でもう40試合やったわしが、この急にポンってね、回線の軽いところ行かされたら、割とパーパーしちゃう。強っ！負けましたやん、これ。ほとんど黒。あ、しかもノイヤー、ボアテング、ラモス、いい感じで組めてますやん。あれ？これ真似できるんじゃない？俺。個人ゲーム順になってんのかな？行きましょう。お願いいたします。ということで。これかなりいいメンバーですね、相手は。ちょっと、参考にできそうやな、これ。参考にこれはできそうですね。あー、ダメだ。ちょっとまだね、思った通り動かせない場面っていうのが結構あるんだよね。おっと、変えてくる？褒め替えボンバーかな。確かにわかる。俺もね、ロナウドをゲットしたら、ロナウドとグリーズマンを試合中にクイッと変えて、あれ、キックオフしたらね、ケミストリー関係ないっていう、謎の、バカゲーかよっていうね、謎の仕様を聞きましたんで、で、ポジション適正も言うほどないってことなんで、もうディフェンスのやつをフォワードにしちゃったりとかしても、全然ね、動きそんな変わんないよみたいな。まあ、もちろんなんかね、ディフェンス悪いやつが入れることになるんで、パーパーですけど、その辺がやっぱね、こう、気をつけていければ、いいんじゃないかということをね、聞きましたから。さあ、この人はディビジョン1とかの人の可能性があるんだよね。ああ、ヘディングで落とせばと思ったら、何もできなかったね。イブラもいると、アザールも、青アザール、黒だっけ？なんか強そうなアザールでしたね。これでもいいよね。俺でもできるんじゃないか？よいしょ、落ち着いていこう。OKOKOK。 あのやっぱドラッグバック R2 のやつ、あれ使えるね。あー、ダメか。あれはもうかなりの強者たちがね、自由自在に使ってるんで、あれを使いこなせたら結構やれるんじゃない。はい、ナイス、いいね。グリーズマンがいい。メッシ、あれが何？もう一回トラップ？いや、無理だろ。四角押すタイミングが悪かったかな。パスはもう神ってたんだけど。もうね、ああいうのチャンスがいつ来るか分かんないから。オッケー。あ、取れる。ナイスナイスナイス。ショーがね、マジでいい。あれ？ファール？え、取らなくてもいいのに。まだいけそうだったのに。このアグロ坊や。この審判腹立つよな、見た目。あ、ちょっと待って。誰に出してんの？え？誰に出してんの？ちょっと待って。なんだ今の。もうちょっと丁寧に方向狙えよ、みたいな感じ？ OK。これ抜けたんじゃない？ OK、来た！メッシ、お前の。あ、これダメだ。思ったほどは。あ、いけたな、これ。よいしょ、これ。プロテクトからの？はい、あー、ダメか。バランだったから、はあ、今ちょっとディフェンスもうちょっと落ち着けたかもね。はい、止めないね。よいしょ、ここ出すんだ。そこもやっぱ気をつけとかないと。目の前の1個目の守備しかやってなかったね。はい、あ、ごめん、もうちょっとゲージが必要だったってことね。 OK。 あー、ダメだな、無理やり。あ、来た、チャンス。うるさ、ピコじゃないよ。よしよしよし、こっち今仕事中なんだから、まあ、ゲームしてるだけなんだけど。よし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 、オッケー、ナイス。この人はでもすごいメンツだね。オッケー。あー、惜しい。今のはもうちょっと出しパス出しちゃいけない人だったかな。あれ、あんだけディフェンスいたら、ここね、後ろで行きたくないと。オッケー、ナイス。はい。あ、誰もいなかった。ポグバ、走ってくれるかなと思ったら、ダメでしたね。ポグバが思ってる、描いてるプレーと、俺が描いてるプレーはちょっと違ったわ。
取れそう。ダメか。本当にね、トリガーめっちゃ使うから。トリガーめっちゃ使うね、このゲームは。OK。 あ、いやー、クソマジか。あそこトラップしてグリーズマンにポーン出せたら気持ちよく得点できそうだった。あ、俺もそれやりたいんだけど、あのグングググングググングを。 OKOK。あ、まずいな。よしよし、オッケーオッケー。今ちょっと打たれるかパス出されるか迷いどこだったね。さあ、アザール怖いよ。おお、いいね、テクってくる。あ、やばい、これまずい。いやー、頑張れ、ナイス。オッケー。おっと、どうなってる。オッケーオッケーオッケー。マルシャル持ち上がってくれ。オッケーオッケーオッケー。マイボ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 だろ今のは。いいね。And the result is going to be a throw. なんとかピンチ逃れた感じあるね。あ、それは通らん、通らんか。上じゃないか。ナイス、いいね。いいね。相手の動きを見てーの。マップか、オッケー。はい、はい。メッシがもうちょっと上がってきてくれてたら、こっちの選択肢もあったんだけどね。あ、来た。よいしょ、神やな。オッケー、グリーズマン。うわー、うぃー、大好き大好き大好き。あれ、俺あれがやりたいんだけど、これがやりたいんだけど。あの寝転がって、これが一番好きなの。メッシであれやるのが一番好き。もしかして選手によって入ってるセレブレーション違うのかな。そんなことないか。俺がなんか入力方向間違えたのか。それは違うわ。はいはい、モドリちゃん。いや、ここ、そうそうそう、ここが開くね。ビョーン。今タイミング悪かったな。あるある、ダメだな。何もできなかった。ううってなってただけだ。上は上上か。よし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 。縦も怖いね、これ。縦も怖い。よしよし、あ、これ大丈夫。あ、これ横危ねえ。そっか、イブラだとあるんだ。もう一個ね、下げられたらもっと怖かったけど、イブラだったらそれ打ってもいいよな、確かに。あ、ここポグバにね、競らしたい。大体あれ勝てないの。ちっちゃい人が多いんで。オッケーオッケー。前半はね、1-0。まあまあですわ。しかし、ちょっとシュート、なんかボール、いい形で奪ってる割には、正確にというか、シュートにつなげれてないんで。その辺ね。オッケー。結構相手のパスミスが目立ってきましたね。はい。よいしょ。あー、出せない。ドリブル1個多かった。これはどうしよう。よっしゃ、ナイスナイスタイミング。あ、これいいんじゃない。おお、ちょっとずれちゃったね、パスが。メッシ頑張れ。トラップしたかと思ったらしてなかったね、まだね。あ、ベイルやばいよ、ベイルはやばい。キーパーオッケー。ナイス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 。いや、危ない。しかもなんかセーフティーでちょっとかっこよかったね、今の。つなげた可能性はあったけど、なんか動きがかっこよかった。プロの職人みたい。あ、あ、あ、これイブラの強さかな。イブラのフィジカルの強さで、ちょっと触られたりとかぶつかられたぐらいでは関係ありゃしませんよみたいな。わしがやりたいことをやるー。危ない、ちょっと静かにして。はい、怖いよ、怖い怖い。いや、あ、打った。しっかりポグバ、神かよ、おい。ちょっとやっぱゴリってゴリられましたね、ちょっとね。ゴリられちゃってどうしましょうという感じですけど、まあベイルいますから、こっちは落ち着いていきましょう。あ、違う、オッケー。お、いいね、いいよ、そういうの、そういうのいいよ。さあ来い。あ、いや無理か、まだある。え、ピッケ、ファール、こっちのファールか。謎だな、今の。なんだろう、チャージ、チャージみたいな。体ぶつかったよ、みたいな。オッケー、オッケー。丁寧に行こう。丁寧に行こう。大丈夫だ。前半こっちの流れだっただけに、後半あっちに流れ行っちゃうのが怖いね。あ、下向けなかったか。しかし抜ける。
マルシャル、マルシャル、あ、強いな、誰だこいつ、ファン・フランか、強かったのファン・フラン、よし、みんな戻れ、みんな戻れ、みんな戻れ、オッケーオッケーオッケー、みんな戻れ、ここはね、やっぱ後ろにディフェンスさせるわけにはいかないんで、来た、神、メッシが試合を決めるか、あ、ダメだ、アラバ結構反応してたね。アラバやばいな、マジで。ちょっと使ってみたけど、あ、やばい、ベイルが怖い。お、なんだ、いや、怖いな、これ。結構よくわかんないプレーだけど、イブラとベイルだったらなんか決めちゃいそうだね、それで。あ、これ勝つよね。OK。綺麗に崩すっていうのもチャンスな、別に。お、来た。これやー、いやー、マジで。おい。おい、ポグちゃん、ノイアめっちゃガンつけられてる。なめんなーって感じで見てたね、ほんとね。そんなシュートで入ると思うな。なめんなーみたいな感じ。モドリッチがね、すぐ疲れちゃうから。で、ここで、ベイル、マルシャルもさよならと。で、カンテ、まあ残してもいいんだけど、フレッシュなイニエスタでね。で、グリーズマンとポグバを下げて、こんな感じやな。さあ、ベイル、ベイルの速さと。あと誰だ、アザールのスピードね、アザール、ベイルの速さ、じゃイニエスタのパスセンス、お、入る、無理か、なんか事故っていくんちゃうかと思ったけど、あれ、あ、ダメか、あ、取れるんじゃない、いや無理か、しかもファール取られてるね、はい、結構人、人数無理か、勝てそうだけどね、あ、出た、出ないな、あ、これやばい。いや、これ、追いつけ追いつけ。危ない。もう疲れてんだろうね。ああいうのあるよね。疲れてるから、後半。あ、これ取れますわと思ったら、全然寄せてくれないみたいな。シュシュッと参上。走ってほしいな、あれ。メッシに走ってほしかったけど。疲れてんのかな。ベイルいける？あ、ダメか。もうちょっと丁寧、今ちょっともったいないことしましたね。あるよな、こういう、あ、こいつ勝てそうやなと思ったら後半なんか流れきてんのか、めっちゃプレー上手くなるみたいな、あ、これやりすぎだ、これやりすぎ、早いな相手、あ、ラモスか、ラモスは強そう、オッケー、 あるある、B、 あー出せないか、お、あるある、はい、あ、さすが雑魚、あ、ちょっと焦ってるな、シャマノスケ、よいしょ、来た、ゴリ押した、ゴリ押した、そしてベイル、あれ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 、これそ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 れ、大好きこれ、この煽りがね、大好きなんですけど、気持ちいいね、うん、エータに教えてもらったやつですね、さすがベイルちゃん、あそこの瞬発力、まあね、スタミナがあるからっていうのもあるんだろうけど、寄せてきたね、あそこね、入ってきた、グーンって、で相手がもう79分、どう出てくるか、あー無理か、ずれたね、俺が思ってたトラップじゃないトラップして、パス出るタイミングが変わっちゃうみたいなことよくありますね、怖いな、いや早いな、危ねー、イブラに当てられたら今終わってたんじゃないかな、こういうねありますから、後半点入った後特に、そして試合終了間際事故りやすいですから、ナイス、危ねー、落ち着いていきましょい、 OK、いや、もう一個中だったんだけど、ちょっとゲージがたまらんかったね、 OK、 グリーズが行ってもよしと、あ、やることなかった、あ、ファール OKOK、 決めよう、誰だ、誰が蹴る、メッシ入るかな、これキッカー、キッカーベイルとかでもいいんじゃないの、あ、違うか、アザールでいいか、アザールのこっち足いいでしょ、狙っちゃう、行こう、
入るんじゃない。いやー、くそ、結構ね、グラウンダーで早いシュートで触ってないでしょ。あ、触ったんだ、神。これね、リスナーさんに教えてもらったやつね。あ、ダメか、誰かがいてくれたらっていうね、お願いコーナーもしかして誰かいてくれるみたいな。オッケーオッケー、よっしゃー。あー、オッケー、オッケー。カルバハル怖いな。あー、打てないか、クソ。もう一人ぐらい誰かいたらね、そこにパス出してシュートだったんだけど、難しいね。オッケー、もう一回ある。ちょっと今のやりすぎたな。怖い、怖いよ。誰か、あ、四角で寄せない、四角で寄せれないか。ナイス、スモーリング。やっぱもうスモーリング強いやん。勝った、勝ったね。やっぱスモーリングでいいか。ボアテングとかもっと強いのかな。いや、なかなかいいシュートを決めれたと思いますね。グリーズマン、最後ベイルか。メッシが打って弾いたところをベイルだったね、うん、割といいプレーができたんじゃないかなと思います。あとはもうちょっとサイドからえぐって、マイナスでパスとかそういう形をね、作れれば点数も、簡単に取れていくと思うんで、勝てる試合も増えていくかなと思います。なかなかいい戦力が整ってきて、試合もね、楽しくなってきました。もしもね、これ見て、もっといろいろアドバイスあると思うんで、もっとね、チャマ上手くなりたいんで、どんどんダメ出しお願いいたします。バー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。Wow.